私はサイキックとしてしばしば自分自身に関する警告やメッセージを受け取ります。時には他の人についての情報も受け取ることがあります。しかし連続して同じ夢でメッセージを受け取ることはとても珍しいです。子供の頃にはたまにありましたが、大人になってからほとんどありませんでした。しかし8月30日と31日の夜、不思議な紫色の警告を受けました。さらにその夢の内容を SNS に投稿すると多くの人に役立つとのメッセージも含まれてました。ビデオを作成するのには時間がかかるため最初は無視していました。しかし9月1日の夜、再び SNS に投稿した方がいいという3回目のメッセージを受け取りました。そこで忙しい中、時間を作りこのビデオを作成することにしました。メッセージの内容はシンプルです。紫色のものを購入、契約、または手に入れる予定があれば1週間延期してくださいというものです。1週間後にはそのものの欠点や違った一面が見えてくるでしょう。この夢を見た日から1週間後、つまり9月7日土曜日以後には紫色のものの本質が明らかになるとされています。さらにこのビデオが全ての人に向けたものではないことも告げられました。しかし見るべき人にはきちっと届くとも伝えられました。もしあなたがこの奇妙な夢に共感を感じたなら、私のアドバイスが役立つかもしれません。後でぜひコメントで教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。